皆さんこんにちは。こんにちは。消滅都市のお時間でございます。そして初めての人がいます。そうなんです。アップライムで消滅都市の攻略アプリを担当してます中谷と申します。おお、アップライムですよ皆さん。スプリング真央が社長のあの会社の中谷でございます。中谷、よろしくお願いします。中谷で検索してもいわゆるゴッドとして出るの？中谷だと出ないですね。中谷だと出ない。出ないです。あのファミ通のカドマンさんとかだったら分かるんですけど、いわゆるゴッドです。いわゆるゴッド。はい。で詳しい人には分かる。はい。今日中谷を呼んだのに理由がありましてですね。なんだね。4月の25日ニコニコ超会議がありましてですね。消滅都市のステージがございます。うん。でそこであの前回開催されたランキングの上位プレイヤーが集まってスコアを競うランキングイベントがあるんですよ。あ、ユーザーとして普通にガチにランキングに入った人。そう。おお。あの、そうなんです。招待枠じゃなくて一般ユーザーで普通にガチでランキング入っちゃった。おお。そうですよ。しかも攻略アプリ担当の中谷さん。すげえ。それすごくないですか。すげえな。そうだから、その本戦で使うランキングイベントっていうのは今日から始まってまして、ほうほうほう、その中谷の腕前っていうのをあのぜひ見たいなと思いまして、見ましょう。今日お呼びいたしました。今日、撮影日は4月の23日、はい、木曜日でございます。そうです。じゃあもう委ねるわ中谷。じゃあランキングイベントやりましょうか。わかりました。イエーイ。だって見てください、ランク141っす。イエーイ。どれにするのかしら。141って。どれにするのかしら。じゃあそうしたらどうしよう。これ絶対クリアした方がいいですよね。え？ナイルじゃない？クリアした方がいいと思う。難易度をいくつやるかが問題で。ちなみに最高どこまで行きました？90まで行って99がちょっと辛いかなって感じ。99時間かけないときつい感じです。すげえな。もう何も言うまい。勝てるところで行きます。ちょっと私もあの一感染者として視聴させていただきます。うん、だって私なんかこれなんだっけな、90とか無理じゃない？無理ですよ。ミスしたらやばいっす。あ、ミスしたらやばい。いけそう？90でいけそう。だいぶこの数字が3分の1とかでもだいぶ辛くない？全然辛いっす。超辛いよね。全然辛いっす。私だってやったよこのランキングのやつ。あの難易度設定のやつ。はい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 。1とか去年のニコ町とか1 去年のニコ町とかでやったけど確かボロボロだったはず。うん、めっちゃむずいでしょ90とか。うん、この皆さんちなみにねこのランキングはちょっと91とか2とか適当に数字ずらしてもらっていいですか。無想定の範囲外、バッファーオーバーフロー、無反射反応、バイヤーはハイヤーハイヤーザンザーさん、これ意外とねあのあれなんですよ、あのユーモアあふれる名前なんで見るだけでも楽しいんですよ。無の境地。最後もこんな感じですね。ユーアザ消滅都市。マジか。すっげえ。98は98が気になってる。運営の限界。97は最大の素数。96は面白い。参りました。あ、参りました。もう参りましたの先があるんだね。95はすごいわ。無の境地4はや、あー戻ってきたね。90ぐらい。90が一応初見で来たんですけど、え、次行けるかどうかはまだ完璧には分かんないです。しかもなんかちょっとイレギュラー気味な環境だからね。確かに確かに。え、全然あの集中する？イヤホンもう一個使う？いや、一個で大丈夫です。あ、大丈夫。いつも音はそんななくてもやってて、ほう、99とかになると音ないと結構きついなって感じしますけど。あ、そうなんですね。へえ、やったことないから分からん。もうこのちょっとこの特殊な環境下においてやります。90 90頑張ります。よっしゃ、行きましょう。皆さんご覧ください。わ、中谷でございます。あと、いけるかな、消滅都市の攻略アプリ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。概要欄にダウンロードリンクを入れておきましょう。お願いします。じゃあ行きます。はい、はい、頑張って。あー怖い。頑張って。言い方、いやいや言ったの。いや言った、あ、言ったの言ったの。頑張って真似したんだ。あ、掌握サラリーマン匠。やった、左上にスコアが出てきて、このスコアで競う。やべ、今のところ全部取ってる。全部取ってる、全部取ってる、今のところ。あれ、へぇー、光の3つ合わせ。おぉ、全部取ってる、うまい、やっぱり。いや、うまい。
2万ダメージでかっ。どういうこと。ダメージえでかっ。え2万えすげえな。マジで。あ、ブリちゃんセクハラにだけは気をつけろ。大丈夫大丈夫。ダメージがでかいわ。はっふんはいふん。落ちるか。お願い。行くぜ。キャバーが。ああ、昭和サラリーマンが。昭和サラリーマン来ました。チェーンソーガール。ご機嫌斜めの炭で。これ皆さん簡単なように見えるかもしれませんけれども、あのいざ自分でやってみると、あの、ね、なんで。自分でやってみるとあれなんですよ皆さん、結構難しいんですよ。私も今ねどこでミスったのか。そうそう、全然クリアしてない、全然ちょっとよく分かんなかった。もうスコア6万やん。え、だって3万と、え、すごい。うわ、スミレが進化した。キラークです。おお。うまいな。あら。チェーンですよ。あ、来た。おお。オッケー。オッケー。ボス。あ、やべ。何がやばいんだ。ちょっと、まあ、もったいなかった感じがします。もったいなかった。そうなんだ。お願い。力を貸して。かわいい。かわいい。ああ。かっこいい。おってか。9万。強いとか。おお。うわ、うまい。うまい。なんでこういうの初見でやれるんだろうな。初見ってどういうことだろうな。こんなの。消滅として私のイメージ結構なんか、やり込んで体で覚える系なんだけど、その初見で反射神経と動体視力だけで攻略できるゲームではないんだけど。てかね、世の中ね、ゲームが上手い人が多すぎんねん。多い。この会社にも多いな。私とかブリちゃんが、はい、なんか1ヶ月ぐらい練習した、もしくは半年間やり続けてもこう到達できない境地に初見でたどり着く人がたくさんおんねん。いいですよ、本当に。もう10万超えました、スコーが。あら、すごい。それがもし真実のあれなら。おお。50チェーンです、ね。これはボスじゃないですね。ボスじゃない。4体目ですね。進化ボス。とりあえずスキルは温存しておきます。おお、最後に全部使う。すげえ。スキル使う、あんま使わない。おお、今のよくかわしたな。あんな隙間。強い強い強い。でもクレオパトラの HP 膨大だな。すごい。これ100万とか余裕でありそうやな。3万であれですもんね。なあ、相当ありますよ。どれぐらい愛しているか。あ、やばい、危ない、大丈夫です。おお、革命。すげえ、使い方、使い方うまっ。リカバーした、リカバーした、リカバーした。今、真面目見てたんだけど。使い方うまくない。スキル、なんであそこで立ってできた、そこ。危なかった危なかった。ちょっと危なかったで、今。お願い。すごい。あ、最後の晩餐。最後の晩餐。5倍か。に、え、2時2発目。フレンドでもう一体いたのかよ。50万であれか。50万であれ。すごい。どんどんスキルが強い。強い。65万でこれ。強い。スピードめっちゃ速いですね。スピードまくりでよ。あれ、ピンクシャツの年。すごい、サモーピンクの年。ちょっとなんで私いないけど、あの邪魔するのやめてもらっていいですか。ちょっとすいません、ちょっと今本当に大丈夫だった。おお、これはもうクリアできました。おお、あ、もうすごい勝ったっぽい、勝ったっぽい、勝った。うわー、ウィニングランしてる。おお、あ、よかった、よくやった。え、俺これをやるために毎日のようにやってるの。あ、すいません、あの
今喋らないでもらっていいですか。冷たい。すいません。サーモンピンクのトシさん。サーモンピンクですよ。もう一個ぐらいやっちゃう。やっちゃいますか。もう一個ぐらいやっちゃう。すぐ乗ってきた。スコアみたい、スコアみたい。あ、これ今来てるやつ。今来てるやつ。そうっすね。今日来てるやつ。もう一個ぐらいやっちゃう。え、これ、なんだった。90。まだ90です。90。70? え、72万。どういうこと、どういうこと。え、うわ、すごい。初見でクリアされたらしいですよ。90。意味がわかりません。一発目クリア。僕さっきやったんですよ、一回。一応60はサクッと。60、70くらいはいけると思います。90。まあでもパーティーによりますよ、うん、だってランキング今1位ですから。普通に99やっちゃう。やっちゃいます。うん、あの全然もうクリアできなくても全然全然了解です。だってなんだっけ、99がおかしい。あの You are the 消滅都市。トシ君は別の意味で消滅都市だけどね。いや、だって今完全に消滅かけてるから。本当に。じゃあフレンドトシさんでいきます。え、あ、おお、いや、すごい。ちょうどいいんで。優しい。無理しなくていいよ。強いよ、強い。最強。僕強いよね。最強ですよ、これは。You are the 消滅都市だよ。はい。99とか。もう全然あの、本当にあのクリアとかじゃなくても全然、うん、覗けるだけでいいんで。これもう本当に1個でもスピア逃したら勝てないんで。そうなんだ。さっきそれで負けちゃって。マジでそんなステージ。じゃあもう本当に勝っても負けても1回勝負。わ、うん、かりました。あの気楽な感じでリラックス、リラックス。やばいっす。いきます。はい、いきましょう。健闘を祈るわ。健闘を祈るわ。トシ君はそのサーモンピンクのシャツはあのプレゼントでもらったんだよね。誕生日プレゼントで。あの先日誕生日おめでとうございます。はい、さあ、あ、なんかすげえ、あれゆっくりに感覚が。あ、もう、こっちは明るい。子供の逃したら負けとかも私、もう、すぐ終わるな。すぐコメント。すぐコメント。この段階から問題。あ、後半ですね。後半。チェインが60、70超えたぐらいですかね。それか60。スーパー早いと。トシ君、小悪サラリーマンとしては強いよ。もう全然違うやん。サラリーマンなのに。サラリーマンでもこれぐらいやれるってことですかね。なあ、小悪サラリーマンとして。てか与えるダメージがすごいよな。取り返しがつかないぞ。セクハラには気をつけろ。取り返しがつかない。結構今いい感じの2人で。そうですね、うん、なんか一周回ってすごい危なげなくなったら見えるね。危なげなく見えるね。あ、なんか普通にミスりました。緊張が。これはここならなんとかリカバーできる。なんとかいけるんだ。こいつの攻撃力はよくわかんないんで。あー、これはきついですね。これでどうかしら。おー、わかるめ、何が起こったのかと一緒だった。びっくりした、タイミング。え、ジマーですよ。頼んだわよ。さあ、取り返せるか。これ攻撃に突然やられたらちょっと怖い。何ぐらい来るんだ。あー、しかもいい感じに来てる。おー、うわ、おー、こいつの倒し方がちょっとよく分かってなくて。
キラープリンセス。そうですね。勝った方がいいと思うんですよ。飛んでる時はこう自由だ。あ、そうそう。おお。やることないから。避けたりするより集中力使うんですよ。あ、硬いんだ。めちゃくちゃ硬いんですよ。硬い。一。ウィークポイントで1。ここでこう使っちゃって負けて次で追加してきてなくて、でも光が来ないと、あ、これやるしかないっす。あ、そっか、フィーバー入ってた、やばい。あ、気づかなかった。気づいてなかったです、まあ、ほぼ同時にちょっと発動が今いっちゃいましたね。次がめちゃくちゃきついです。さっきはここでやられちゃって、クレオパトラ。そうっすか。あ、ビーエヴがもう一回最初からなったよ。あの一個であっていっちゃうの。チェーンが自分の攻撃が強い場合は、あ、70チェーン、15チェーン目が結構微妙なんで、スピアの形が、だからスコを飛ばして70チェーン。へえ。私今そういう仕組みだと初めて知りました。10チェーンごとに変わるんですよ、形が。形が。うわ、危ね。どこまで削れるか。お願い、力を貸して。おー、もうちょっと。月って一体何でいいの。30%。早い、早い。ああ、いや、でもこれ勝てんじゃない。勝った。あ、さあ、ボス戦突入。いやー、でも着きました。使いました。ジャイアンティー。おお、ダメージでかい。おお、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 おあー、ここで負けます。あー、なるほど。いやー、お疲れ様でした。つらい。99クリアするとザ、あ、違う、 You are the 消滅都市。消滅何、え、それ消滅しちゃうパターンですか、クリアしたら。すみません、分かりづらくて申し訳ないです。すみません、分かりづらかったです。目が怖いよ。分かりづらかったです。目が怖いわ。いやー、はい、99、はい、ブリちゃん、ちょっと改めてニコニコ超会議の話を最後にして締めよう。はい、4月25日、ニコニコ超会議消滅都市ステージがございます。そこでですね、ランキングイベント上位の方たちが集まって。何人ぐらい出るの。10名ですかね、上位10名。そうそう。で、優勝者には 15ですよ。あ、 15?、うん、あ、そうか、15名で、優勝者には世界に一つの魂がもらえる。今ですか。確かに知ってる、私も知ってる。大さんですら知ってたよ。すごい。そうそう、一つしかない魂がもらえるってことで、すごい気になってるんですが、うちの中谷がね、出場するということで。別に普通に実力で、本当の実力で入ってきたっていう。はい、ということで、はい、ニコ生の放送 URL も概要欄に入れておきましょう。あと現地の方はぜひとも応援くださいます。はい、よろしくお願いいたします。あと消滅都市の攻略アプリ、担当中谷、当社から出ておりますのでね、はい、ぜひともそちらもご利用ください。よろしくお願いします。以上でよろしいですか。はい、大丈夫です。では以上、さよなら。皆さん、こんにちは。こんにちは。
前回の動画ではですね、あの中谷が今の間は何だよ、あ、ちょっと今何言うんだっけと思ってパッて出てこなくてすいませんね。中谷があのランキングイベント調整しましたが、そのねキャンペーンと同時に出たのがこのね偉人フェスっていうのがありまして、偉人フェスお知らせ見た方がいいかな、こちらです。確率2倍、10連で10倍で5倍、5倍、5倍ですね、失礼いたしましたの星6進化魂の確率アップしてるガチャが今やってるんですよ。でしかもですね、これね10連だけではなくて2回限定で5連ガチャっていうのもやってるんです。でそれが 40% でオフで引けるみたいな、すごいな。そうなんです、だからね超お得なんす今ですよね中谷。そうっす、もう今日朝回しちゃいました。あ、マジで回し済みか、ノリノリだ。で中谷も使ってた、あ、ダヴィンチだ、ダヴィンチも出るんですよ。で私がねこのね中谷の半分以下というこのね出るんです、ポンコツなランクの私なんですが、今この機会のジョンカビラの真似をちょっとしてみました。むむということで出るんですもういいんです、聞かせてください、私にガチャを早く。これですよ、これですよ、これです。だから中谷のガリレオをね私も狙い引きたいんですよ。これを地味にトシ君も持ってたな。あ、持ってる持ってるで出してたんですよ。じゃあ引きますよ私。はい、中谷ちゃんとリアクションよろしくお願いしますね。わかりましただ、何あんた、なん、あんた中谷の何なのごめんなさいごめんなさいいや村井さんもねなんかこうキャラとかあんまりちょっと分かんない可能性高いから、うん、中谷先生にお任せしたいなと思います。じゃあ回します。来い赤、来い赤赤さっ、はい嘘でしょ、かわいい、いやだって5倍よ、かわいい、かわいいけどさ、かわいい、めっちゃかわいい、中谷のあーが、うん、マジで、いや私今いやニコ生のキャンペーン中で毎日配ってるんですよ、それ貯めてたんですよ。大丈夫、それをさ使ってさ、大丈夫大丈夫私この前も引いたけどこんな感じだったのかな、いや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 、爆死ですね爆死爆死言われた、爆死、いやこれは爆死ですね完全に。いや引きたかったよ私も、でもまだもうえないですね。どの情報が終わり？終わりですよ。終わり？だって15枚ないと引けないですもんこれ。ハスでももう一回これ。一回しか引けないじゃないですか。レンじゃないやつ、レンじゃないやつ。これか。これで一回絶対出るわけないでしょうよ。泣きの一回が可能性あるよ。ありますか？あるよ。じゃあいいですか言っても。奇跡を信じて。奇跡を信じて。絶対嘘だよ、信じてないよ私たち。いきます、赤ですよね、赤です、赤が出る、緑ですね緑ですね、赤ではないですねいや可愛い子はもういいんだよ、私はガリレオがさ、ほらさ、ダヴィンチです、あ、ダヴィンチ、ダヴィンチはな、ガリレオじゃない、ダヴィンチ、ダヴィンチがさ、もう、もう、こもう、もう、こいや、いいんです、もういいんです、というわけで、で、これでおしまい、そうですよ、あっという間でございますね、あっという間ですよ、もう私のこの運の悪さですよということで、偉人フェス星6進化魂が確率アップ中5倍なんです。私はね、残念ながら引けなかったですが5倍なんです。なんか概要欄にリンクがどうこうとかないの、うん、あ、リンクあります、あります、あります、何でしたっけ、もう私疲れちゃって忘れちゃった、なんでもうなんか年取ったのこの3分ぐらいでいやだってさ5倍のためにさ私はさ、ということで4月25日はニコニコ生放送、あ、ニコニコ超会議で消滅阻止のステージがございます。そちらの URL ありますのでぜひご覧ください、はい、そして中谷は、消滅阻止の攻略アプリを担当しているわけでございます。で消滅阻止攻略アプリもうリリースされてまして、 iPhone、Android 両方お使いいただけますので、下の概要欄からぜひダウンロードくださいませ。どうぞご愛用ください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということでサクッと、はい、ガチャの動画をお送りいたしました残念だったねもういいんです、汗が一筋なんで汗が一筋汗がさ、汗熱くてすいませんね汗がもう、はいはい、ということで以上でございます、はい、あと消滅都市で言うとですね、あのマックス村井チャンネルで消滅都市結構いろんな動画が上がってまして、はい、
私が過去頑張った動画もありますので、そうですね、ぜひともそれも見てください。はい、マックスライダーの挑戦状という頑張った動画もありますので、うん、はい、はい、じゃあ以上です。以上でございます。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。